結構あの効果あるんだよね。皆さんこんにちは、阿部神さんファームの陽子さんです。高山村の農家さんをご紹介します。はい、というわけでめちゃくちゃ美味しそうなブドウが見えてますが、今日はブドウとリンゴを作られている美山農園の新井さんをご紹介したいと思います。それでは早速お呼びしましょう。新井さんどうぞ。こんにちは、よろしくお願いします。前回はジープをありがとうございました。めちゃくちゃ楽しかったです。よかったです。前回の対談から実はここがすごく仲良くなって、高山村で大きなプロジェクトをちょっと動かしてみようかなと今思ってまして。楽しみだ ね。この詳細は動画で発表するのでぜひお楽しみにしててください。多分びっくりすると思います。はい、それで前回はあの僕の畑に来ていただいて そこで話をしたので、今日は遊びに来させていただいたんですけど、これがシャインマスカットなわけですね。めちゃくちゃ美味しそう。もうこれは食べまだちょっと早いんで、まあ、9月の中旬頃ぐらいから、ね、ちょっとまだ酸抜けしてなかったり。あ、そうなんですね。してるんで、まあ、もうちょっとの辛抱かなっていう。僕もだからブドウは一切作ってないんで、そうですよね、全く分かんないんですけど、変な話、味見みたいなことをするんです。あ、しますします。で、ちょっとまだ早いなっていう。早いなっていうのが、今年はだいぶ色が黒系のブドウ、赤系のブドウも、みんな着色が先行しちゃってるんですけど。味がまだちょっとね、なってこない。着色が先行するっていうのは色づくけど、うん、黄色づくけど、うん、味がまだちょっとまだ甘みがないとか、そういうことですね。今年暑いんでね、それも影響してるのと、雨が降らない。雨ね、だって1ヶ月半ぐらい、1ヶ月半ぐらいもうまともに降ってないんで。で、でも結構高山ってこう灌水が充実してるとは言われて、ここの畑は灌水がないんで。あ、ここないのか。なるほど。じゃあ自分で撒いたり、撒いたりしてるんで。これはどこかにこうもう出荷予定が決まってるんですか。そうですね。じゃあスーパーとかで、そうですね、並んでいる長野県産シャインマスカットはもしかしたら新井さんが作ってるかもしれない。そうですね。その可能性は。そうなんですね。もし個人的に買いたいみたいなことがあったら、それはもう全然ホームページもありますし。あ、そうなんですね。ここから電話していただいてもいいですし。はいはいはい、ね、じゃあ美山農園で検索ぜひしていただければこれが買えると。概要欄にリンク貼っておきます。よろしくお願いします。シャインマスカット以外にも作られてるブドウっていうのは。そうですね、ブドウは何種類か、はい、長野パープル、長野パープル、まだ育成段階なんですけど、うんうん、富士の輝きとかバイオレットキングとか、バイオレットキング、クイーンセブンとか、クイーンセブン、まあ基本的にやっぱ長野出身なんで、はい、うん、県固有のものはやっぱり強くしたいんで、あとクイーンルージュもそうだね。あ、クイーンルージュ、はいはいはい。だから県固有の長野パープルとか、うん、ルージュとかは、うん、積極的に、積極的に。なるほど。やっぱ何週間ごとにとか2週間ごとに、そうですね、旬を迎えていくみたいな風になってる。パープル結構早めなんで、パープル、シャイン、ルージュみたいな感じですかね。ちなみに新井さん、これめちゃくちゃあの僕もリンゴバージョンで聞かれるとすごい困る質問なんですけど、はいはいはい、ブドウの美味しい見分け方ってあるんですか。見分け方ね、よく聞かれるんだけどね、難しいんだよね。難しいですよね。まあでもシャインマスカットで言えば、はい、うん、まあこういうケツ割れっていうか、はいはいはい、割れてるやつが、なるほどね、まあ、よく美味しいよなんて言われますけどね、うんうん、なんかこう僕らがこういうのを伝えることによってスーパーとかでこうなんか見る人続出したら嫌だなとか思い、ちょっと思いますよね。いるけどね、たまにこうやって見てる人で。まあでも、うん、このやっぱり軸の色っていうのはやっぱり結構重要にはなるんですね。なるほどなるほど。時間経つと茶色くなっちゃうんで、うん、はいはいはい、スーパー行ったらこういう軸見て、うん、あのより緑のもの、あ、まあ、まだ新鮮じゃないけど取ったばっかりとかっていう。とはいえ僕らも自信を持って美味しいものを出荷してますから、そうですね、はい、全部美味しいです。でもよりっていうね、マニアックな部分で言うとっていう話をしてますからね。そうそう、あんまりこうスーパーでガン見しないようにしていただけたらと思います。あれって多分作業性の効率の問題だと思うんだよね。この今畑、これ単焦栽培って言うんだけど、言うてしまえば
人間のエゴだけで、人間が作業しやすいように育てやすい風にしてるだけなんだよね。こう一列にバーって行ってこれるじゃないですか。要は自然の形ではなく、こう強制的にをかけてるってことですよね。そう、育て方には中小栽培とか、うん、山梨の方に行くとこうね、こういろんな方向でこう張り巡らされてるやり方もあるし、うん、確かにブドウってこう自然に生えさせるとどうなるんですか？あ、もう本当好き勝手なとこ行っちゃうからね。もうこれだって強制的にこの枝はあそこからあそこに植えて、うんうん、こうやってエッジ、上から見るとエッジなんだよね。あ、はい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 。でもう一本やる人はダブルエッジとか、うん、トリプルエッジとか、あ、なるほどなるほどって言うんだけど、で最終的にこれを収穫したら、はいはい、雪が多いところは、うん、収穫したままこれを枝を残しておくとこの上に雪乗っちゃうんで、うん、棚潰れちゃうんだよね、うん、だからここら辺の長野の方の人たちはもうこの辺で切っちゃうんだよね。まあ雪降っても大丈夫なように、うん、当該の被害もあるから、はい、だからここら辺で切って、で春先にここで切ると、一が残してって言ってここで切るんだけど、だからこの ブドウをならせる場所もここがいいっていうのがもうあるんですよね。この出てる、まあ、ガザがあって、うん、ここからこうって枝が出るんだけど、うん、それを一ガザに対してまあ一個とかね、一個ってことですよね、うんうん、本当はこういうところにも、あ、もうできるできるできるんだけど、うん、ここに対して一つっていうのが理想というか、一個に対して養分を生かせるためにっていう、で、あの袋をかける理由とかっていうのも、あ、もうそれはもう病気、虫から守るためっていう、うんうん、そうなんですね。で傘はやっぱり日よけですよね。傘そのまんま、あ、単純に袋に見えて実は二重構造になっていると、上にかけられてる傘っていうものと袋の二重構造になってる、ね、傘が日よけで、こっちの袋が、病気だったり、ね、虫よけだったりですね。はあ、なるほど。鳥とかの対策とかっていうのは特に、あ、それがああいうやつってことですね。なるほど。これ結構あの効果あるんだよね。風で揺られて、なるほどなるほど、人が動いてるように見えるんだ。見えるんで、自分でもここで作業してたりすると、はい、あのやっぱこれ動くんで風で、うんうん、っていう、いや、なりますよ、気配を感じる、はいはい、俺もあの夜歩いてたり車乗ってて これいるとうわってなりますもんね。結構農家さんによってはリアルに自分の着てた服とか着たくなる人とかいるじゃないですか。あれ超怖いんですよね、夜見ると、ね、マネキンとかね。マネキンもリアルな人いますよね。まあ、今ちょっと盗難もね結構あるんだよね。やっぱり実際被害に遭われた人とかって話聞いたは聞きますね。うちもね少し去年少しやられた気もしたりしてるんですけど、結構至るところにこう防犯カメラとかがついてる。そうですね、やっぱ防犯対策とかもやっぱりしていかないといけないかなっていう。結構なんか新井さんもステッカーとか、そうですね、貼られてますよね。対策はそれなりに、のぼりとか、それこそ看板とか、うそういうのを結構村全体でね、あの協力してやれば、確かに確かに、あの村は防犯対策で、ね、すごい対策してるなっていうのが分かる思うんだけどね。でもあれ本当に僕らも見てると、あ、そういう被害が出てるんだっていうのがちょっと片隅に置かれるから、畑の中走ってる時もなんか怪しいやついねえかな大丈夫かあれみたいな、まあ、毎年ニュースにはなるから ねやっぱりね、農家さんも1年かけて、はい、そうですよね、手錠をかけて育ててるのを、うん、もうそれだけでやられちゃうと1年の収入を ねあれしてしまうから。ブドウ作りをしていて一番楽しいと一番難しいを聞いてみたいです。一番楽しいのはやっぱ収穫時期ですよね。あ、なるほど。やっぱり今年も1年かけてやってよくできた時がやっぱり、はい、それをお客さんに届けて美味しかったっていう、うんうん、その後聞けるだけで、あ、なるほど、やっぱり1年頑張ってよかったなっていう。そうですよね、新井さんなんかスーパーで実際にこう販売、そうですね、立って販売とかしたこともあるんで、ってことはもう本当にダイレクトにお客さんが美味しいって言ってくれた声は聞けるんで。なるほど、やっぱそれ最高ですよね。やっぱそこが一番かな、ね、やっぱりこういう、ね、食べ物を作ってる以上は、うんうん、お客さんが喜んでもらうのが一番、うんうんうん、逆に難しい、もうきつい一択だね。天候、あ、天候、なるほど、もうやっぱ天候だね、との戦いってことですか。うん、毎年今年はこうなのかな、今年はこうなのかなっていう作戦じゃないけど、やっぱり
天候が今年はこうなりそうだなっていう読みを多分ある程度する。そうですね、でも大体やっぱりその前年度のこともあったりするから、はい、雨が多かったりするとそれなりに前倒しして早くして消毒するとか、あ、そういう対策はしないといけないかなっていう。そうかな、ある程度やる作業っていうものは1年通して決まってはいるんだけど、 それをこう開始するタイミング、そうだよね、手を打つタイミングが難しい、一番難しいかな。もうそればっかりはどうにもならないんで。そうですよね、間違ったなとか思うこともあるんですか？ありますよ。うーん、1年に1回しか収穫できないから、なかなかね、やっちゃったって言ってもなかなか、はいはいはい、後戻りできるわけじゃないから。確かにね、本当ですよね、難しいとこなんですけど、そういうのを年々ねこう重ねてって勉強しつつよりいいものを作っていくっていうふうに毎年心がけてはいますけど、ね、本当1年に1回の収穫ってめちゃくちゃ難しい、ね、難しいよね。だって残りの人生とかを考えた時に、そう、あと収穫何回できるっていうですよね。そうそう、たまにそれは考えちゃうんで、ですよね。僕もそのリンゴに携わって、うん、そのお父さんに結構最初の頃に言われた後で衝撃的だなって思ったのが、俺もまだ30回ぐらいしかやったことねえんだよって言ってたんですよ。あ、確かにね、 そうかと思って、30年とかやってても30回しか、30回しかないからね。だから勉強することもかなり多いし、うん、覚えなきゃいけないことも結構 ね、あるし、あれを試してみたいなって思っても1年後じゃないですか。そうなんだよねある、それを覚えてなきゃいけないとかもあるし、ただなかなか忙しくなるとそういうの忘れちゃったりするからね。そうだから新井さん、リンゴも作られてるっていうことなんで、はい、ちょっと後半はリンゴの方も話をぜひぜひしていきたいなと思います。またよろしくお願いします。引き続きよろしくお願いします。太陽のリンゴジュース、ソレイユ、畔上サンファーム楽天市場店にて絶賛発売中です。ぜひ概要欄からチェックしてみていただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。